ハンステックは木製の量とプラスチックのネジとボルトで構成されるネジシリーズと木製の板とプラスチックのダボとボルトで構成されるトンカチシリーズで展開されたデンマークの組み立ておもちゃブロックである。デンマークではバイラフィックスの名前で1960年代にレゴによって次にバイラフィックス社によって製造され販売されました。 バイラフィックスの名称は何度か変更されており、しばらくの間はハンステックという名前を冠していた。この名称の際、ボーネルンドが輸入販売をしていたため国内での故障はハンステックの方が一般的に広まっている。名前のビロの部分はレゴとビロフィックスの発祥の地であるデンマークのビルの頭文字3文字とレゴとビロフィックスの創始者であり、 発明家でもあるオーレカーク・クリス・チャンセンの頭文字を組み合わせたものである。1960年にレゴ社が木のおもちゃの生産中止を決定した際、レゴ社の創業者オーレキアク・クリス・チャンセンの息子であるカール・ネオルグとゲルハルトの二人はレゴ社を離れ、デンマークのコリングにある新工場でビロフィックスを独立開業することを決意した。ありがとうございます。